先日ついにアマンダの続編であるアマンダ2のデモ版が発表され、製品版の発売時期が2024年の秋であることが確定しました。いやーめでたい。アマンダ1のストーリーや VHS に関する考察は以前の動画でもご紹介し、またアマンダ2の内容に関してもこちらの動画で実況や小ネタを投稿しましたが、ここで実はあまり知られていなかった物語の背景や主人公をはじめとした登場人物について、アマンダ1の情報をもとに少し振り返っておきたいと思います。アマンダ1では主人公ライリーという性別不明の人物が叔母であるケイトからの手紙を発見するところからスタートしていました。そこからいくつかの VHS を確認しながらケイトが追っていた闇の真相を解き明かしていくことになるんでしたね。そこで今回は次回作アマンダ2に向けての復習として絶対に知っておくべき前提情報についてお届けさせていただこうと思いますので、今回もぜひ最後まで楽しんでいってください。このチャンネルでは主に世界観の強いホラーゲームの解説、考察、ストーリーの紹介などを扱っております。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価にて応援よろしくお願いいたします。本日のラインナップはこちらとなります。それでは本日も行ってみましょう。物語の大前提、まず前提としてタイトルにもなっている作中の子供向け教育番組アマンダ・ザ・アドベンチャラーについてお話ししておくと、この番組はテレビプロデューサーであるサム・コルトンによって制作されたアメリカの子供向け実写番組。幼い少女であるアマンダと擬人化された羊の相棒であるウーリーの二人が冒険に出かける内容。この番組は視聴者からの評価も高かったため、後にその利権はハーメルン社という企業によって買収され、アニメーション化、その後はそれまで以上に幅広くプロモーションされていくことになり、次第にハーメルン社に利用されていくこととなります。しかしそれからというもの、サムは謎の失踪を遂げ、最終的には視聴していたあまたの子供たちまでもが姿を消すという超常現象が巻き起こることとなったのです。これについては後ほど詳しくお話ししますね。主人公ライリーの正体。さて、ではそんなアマンダ・ザ・アドベンチャラーという作品における主人公の存在についても考えてみたいと思います。冒頭でも話しましたが、本作品の主人公の名はライリー・パーク。この人物はアマンダ2でも続投して主人公となる人物です。アマンダ1の物語はそんなライリーが叔母であるキャサリン・パーク、通称ケイトおばさんからの手紙を読むところからスタート。その内容は、親愛なるライリーへ、あなたがこれを読んでいるということは来世でもない限りお互いもう二度と会えないことを意味している。私はあなたに全てを打ち明けておきたかった。私に残された時間があとどれだけあるのかはわからないし、私がこの世を去る前にやらなければならないことがまだまだたくさんあるわ。この手紙には二つの目的がある。それは別れを告げることと、ケンズデールの我が家を託すこと。この次の内容は間違いかもしれないけど、もしそうなら神様お許しください。家に到着して一息ついたら屋根裏にあるテープを探して、でも一度視聴したら後戻りはできないわ。気をつけてね。いつまでも一緒よ。ケイトおばさんより、来世でもない限りお互いもう二度と会えない。この世を去る前にやらなければならないことがまだまだたくさんある、などなど、何やら不穏な雰囲気満載の手紙です。ケイトは手紙内でそんなケンズデールに所有する自宅を自身の身内であるライリーに相続させたいと伝え、屋根裏部屋にある VHS テープを探すように言います。ちなみにケンズデールという地名はオハイオ州に存在する作品固有の架空の町ですが、続編アマンダ2の舞台でもあるケイトの古巣の公立図書館が存在しているということ以外の情報は不明とされております。そして主人公であるライリーについても情報がほとんど存在しない性別不明の人物。作中で唯一確認できた情報がこちらの手紙でした。こんにちは、ケイトおばさん。ローラースケートありがとう。昨日パパと湖にスケートしに行ったの。パパは転んじゃったけど、それはここだけの秘密ね。夏休みに会えるのが待ちきれないよ。愛してるよ、ライリー。
ケイトはライリーにローラースケートをプレゼント。両者の文面からも2人がお互いを大切に思っていることが伝わってきます。夏休みというワードが使用されていることから、この手紙を書いた当時まだライリーは幼い子供だったことが伺えます。さっきライリーの性別は不明と話しましたが、ライリーという名前は基本的に女性の名前として使われることが多いことからも、個人的にライリーは女性、つまりケイトの姪っ子なのではないかと推測できるんですね。ただ幼い子供に自宅の相続話を持ち出すのもおかしいので、現在のライリーはある程度大人になっているのかもしれない。この時のケイトは何かしらかの理由でかなり追い詰められており、それはまるで自身の死を覚悟しているかのようにも感じます。そう、つまりこれは遺書。ケイトが自身の血を分けた子供ではなく、姪のライリーへの相続を希望していることからも、ケイトには子供がいなかったのかもしれない。それかもっと飛躍した発想をすれば、自身の子供は例の VHS を誤って視聴してしまったことによりこの世を去った。そしてそのことがケイトを突き動かす最大の原動力となったのかもしれません。ちなみにそんなケイトはケンズデイル公立図書館の司書として働く傍らで、かつて放送されていた実写版のアマンダ・ズ・アドベンチャラーの宣伝をし、その功績を番組プロデューサーであるサムから認められ、プロジェクトの推進者となっていったようなんですね。ケイトおばさんの裏稼業では、そんなケイトおばさんについてもう少し掘り下げておきましょう。彼女が姪であるライリーに遺言とも取れる手紙をよこし、自身の無念を晴らしてもらおうとしたことは先ほど話しました。そして1階の図書館司書に過ぎなかった彼女が、別で謎の VHS を調査する探偵のような仕事をこなしていたことも。ではなぜ彼女はサブでそんな仕事をこなす必要があったのか。さっきも話したように、自身の子供が被害に遭ってしまったことが発端だった。もちろんそれも一つの考察ではありますが、実はもう一つ重要な可能性を示唆する手がかりが存在していました。それはこの手紙。パークさん、随分ご無沙汰しています。図書館は私が唯一安心できる場所でした。私はいつもあなたに感謝しています。信頼できる人だと分かっていたから。だから私は再びその信頼関係を取り戻したい。2年前弟のジョーダンが姿を消した。パッと消えてしまった。それから両親はすっかり変わってしまった。両親は悲しみを乗り越えられなかったんだと思う。心を傷つけられた両親はついには命を絶ってしまった。警察は誰かがジョーダンを誘拐したと考えた。狂った男が彼を誘い出したんだと。奇妙な出来事だよ。郊外での悲劇だ。でもきっと何か裏があるはずだし、あなたもそのことを知っているんじゃない。私は一人ぼっちだと思ってたし、このことを話しても誰も信じてはくれなかった。でもあなたが調査していることを聞いたの。普通の一般人がやらないようなことをやっていると、もしかしたらただの噂かもしれない。でも私はここにいる。あの子はよくあの番組を見ていたわ。最初は本当に素晴らしかった。小さいお子さんがいる家庭にもよく見るように勧めていたのを覚えているわ。なんというか、そう、健全な番組だった。でも、だんだん変になっていったのよ。ジョーダンがテレビの前に立っている時、まるで催眠状態みたいだった。小さな女の子が彼に話しかけているみたいだった。彼女はすごくおかしなことを言ってたわ。正直この辺りの人たちはあなたのような仕事を信じていない。ああ、図書館での仕事じゃなくてもう一つの仕事の方ね。彼らはただ真実を直視したくないだけなのよ。何か本当に邪悪なものがここにあることを会って話せるかしら。もうここには書きたくないわ。誰かに見られているような気がする。ケイグ、ジョアン・クック。おそらくですが、このジョアンとケイトは図書館で知り合った仲。文面的に2人はしばらく会っていなかったようですが、ジョアンはジョーダンの奇妙な事件を目の当たりにし、ケイトの別の仕事について知り、そして藁にもすがる思いで手紙をしたためた。この件によって親が精神を病み命を絶ってしまっているとなると、事態は深刻です。ここで語られているジョーダン失踪の件が、アマンダの番組を見た子供に起こる
異変のすべてでアマンダ1の VHS でも同じくローレンという少女失踪の様子が映し出されていましたよね。ジョアンにせよ、ローレンの両親にせよ、そのことを誰かに話しても信じてもらえず、結果としてケイトに泣きついた。この2つの事案をはじめとしたケンズデールで巻き起こった事件についてケイトは調査していて、彼女はその最中で命を落とすことにつながってしまったと考えられます。これらのケイトの命を懸けた行動のすべては、まだケンズデールが平和だった頃に彼女がサムに協力する形で番組の普及活動を行った自身の行動についてある種の責任も感じていたのかもしれません。消された番組プロデューサー。さて、ではサムについても詳しく確認しておきましょう。サム・コルトンはアマンダ・ジ・アドベンチャラーの制作者であり、その主演を務めていたレベッカ・コルトンの養父。サムは地元ケンズデールのデイリー誌のジャーナリストであるレイシー・ミッチェルから取材を受けたり、またコーヒーブレイクというトーク番組にてサディ・コッペンからのインタビューを受けたりと、各メディアから引っ張りだこでした。ケンズデールデイリー誌の内容についてもご紹介しておくと、ケンズデールデイリー2000年3月24日サムとの対話 by レイシー・ミッチェル。サム・コルトンは町のシンボルの父親になるとは思っていなかった。しかし昨年の夏、彼のアマンダ・ジ・アドベンチャラーシリーズとそのタイトル、キャラクターが特別なものであることが明らかになった。この自称苦労人の作家にとって全ては幼女と新しい人生観から始まった。最近ひまわりダイナーの名物ストロベリーバナナパンケーキを食べながらサムに会い、想像力の大切さ、日々の冒険、そしてアマンダ・ジ・アドベンチャラーの将来についての話をした。レイシー、サム、子供たちがアマンダ・ジ・アドベンチャラーの話をしない日はないわ。こんなにも小規模な番組が大ヒットするなんて夢にも思わなかったんじゃない？サム、小規模な番組というのは正しいね。だがシンプルな中にもエレガントさがあると思うんだ。対策を作る予算はないのかもしれないけれど、それを超越した魂があると心から信じている。町の人たちが我が子を受け入れてくれたこと、本当に身が締まる思いです。レイシー、この番組の内容は想像力に従うことをテーマにしています。子供たちが想像力を膨らませることに焦点を当てた番組を作ろうと思ったきっかけは何だったのかしら。ここで記事は見切れていました。また、サムがコーヒーブレイク内でのインタビューで語った内容で、特に印象的だったのは、アマンダ・ジ・アドベンチャラーをアニメ化して、全国的に宣伝しないかとのオファーを受けた話で、最初にそれを聞いたサムは、まるで典型を得たかのように興奮し、二つ返事で快諾した。つまりサムは番組のさらなる発展のチャンスに胸を躍らせたんです。アニメーション作品における主人公アマンダの声優もこれまで同様、娘のレベッカが当てることとなったため、彼女はディレクターとセリフ取りをするためにハーメルン社を訪れ、サムもそこに同行した。しかしレベッカの台本には奇妙な繰り返しのフレーズが記され、当然サムはそれを疑問に思います。そんなサムの心配をよそに、ディレクターはこれは音声反応を訓練するために特別に調整されたフレーズとし、問題ないと告げるんですね。さあ、ここでますます怪しくなってくるのがハーメルン社という謎の企業。この会社についても少し触れておくと、ハーメルン社はおもちゃ製造メーカー兼テレビスタジオを事業として掲げる企業。彼らはケンズデールで大人気となったアマンダ・ジ・アドベンチャラーという、かつては実写だった子供向け番組に目をつけ、アニメーション作品としてさらなる飛躍を目指さないかと提案。しかしその後、番組の利権はハーメルン社に買い取られ、サムは謎の失踪を遂げ、挙句の果てにサムの養女であるレベッカはハーメルン社の管理下に置かれるという契約書にサインさせられます。つまり全てはハーメルン社の予定通りだった。先ほども少し話したレベッカの台本に書かれた謎のフレーズは悪魔の名前。そう、ハーメルン社は悪魔学を崇拝するカルト企業だった可能性があったんです。そしてそんなハーメルン社はレベッカを利用して
実験するために彼女を管理下に置き、すでに邪魔な存在となっていたサムを亡き者にしたわけです。ケイトおばさんが追い続けていた謎の失踪事件、ハーメルン社が信仰してやまない悪魔学、そしてアニメーション化された実写子供番組アマンダ・ザ・アドベンチャラー、これらの情報は続編を語る上でも非常に重要なエッセンスとなるため、ぜひとも頭の片隅に置いておきたい情報です。さて、いかがだったでしょうか。本日はアマンダ・ザ・アドベンチャラーの物語の背景やその登場人物について復習がてら解説させていただきました。よかったら皆さんの感想や考察もぜひコメント欄で聞かせていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。